こんにちは、プロ棋士の柳沢です。今回も囲碁クエストですね、9路盤の実況をやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。こちらの黒番ですね。さあ、もうこの最初からよくわからないんですよね。どこがいいんでしょうね、9路盤って。お、なんか同じ形の高さが違うみたいな感じになりましたけど、まあでも普通はね、まあ黒の方がこう高い位置を占めてるので、まあしょうがないって感じですね。まあこれで、まあ右上三々に打ちたいんですが、左上の方になんか入ってこられてどうかですよね。まあしょうがないか。しかし、しょうがないですかね。でもとりあえずここに打たないことにはしょうがないですかね。さあ、どっから入ってくるのでしょうか。うん、まあそれがね、普通ですよね。そうきますよね。まあ抑えれば普通。うん、それなんですよね。それにこう継ぐと、もう確実に左上は手になって、何かしらの手には絶対なるんですよね。で、左から出ると取れるんだけど、ただそれで形勢がどうなのかですね。28、そっちで行きましょうか。これで、あ、こっちですか。なるほど。まあこれは勢いこういくしかないんですけど、ああなるほどね。そっかそっか、失礼しました。そっちが正しいですね。なんだこれは。まあ一応切っていくことになりそうなんですけど、ここで膨らんでこようということですかね。あ、そちらですか。まあこれだと黒も上から行くのか切り返すのか。切り返す方がいいか。切り返す方がいいかな。ここ、あ、まあこれだとまあ取って、はい、まあこれは一応取れてるので、さあこれでもう、ヨセ勝負ですね。ヨセ勝負というか、もうあっという間にもう終局ですね。左下が白は下がりで打つのか、あ、そうですね、跳ね釣りが正しいですよね、この場合は。んで、黒はまずちょっとこの辺から出ていきまして、左下の逆寄せが一番大きいでしょうね。はい、まあこれであとはもう終局ですね。このやっぱり9路盤はね、本当に全部読みなんで、打ちながらね、こう説明していくのも結構難しい場所も多いんですけど、まあここに打って、はい、これで終局ですね。はい、これは少し残ってそうですね。はい、ということで対戦ありがとうございました。ちょっとギフを見てみたいと思いますが、そうそう、いやこれはお相手の方の手はさすがでしたね。まあ覗きはでも打たなくても、一応跳ねて駆けつけば手にはなってそうなんですよね。こう打たれたら、果たしてこれ本当に黒は大丈夫だったのかな。これこうやっていくとですね、こっちが破れちゃうので、かといってこう受けるとこうなって生きてるので、これやっぱ当たりしていくしかないのかな。これでこうになるんですよ。でこう立てがどうかですよね。まあ、この辺のこう連打でどうか。これもなんか全部計算しないといけないんですよね、本当はね。なんかこれ黒本当に勝ってるとは言えない気がするな。これ20ちょいあるもんな。これ負けですね、黒がね。なんか左上手にされてちょっと負けてそうな形でしたね。
いやー、難しい。やっぱり9路盤難しい。実戦は、まあ、ここに来られまして、まあ、これはまあつなげはまあ同じようにね、やっぱり転移してこようということなんで、ただこっちに打って左上を取ったんですが、そうですね、お相手の方はここでこっちに行ってたらどうだったんでしょうね。こう打たれて、もしつなげばこう打ってね、これは白が勝ちですから、こう打って、そして出て、こういう変化も考えられましたよね。こう打たれてたらこれ負けなんじゃないかな。ちょっと今負けを覚悟してたんですけどね、これは。これ左下がなんかあればいいんですけど、これ、死んでるかもしれませんね。なんかこの辺にこう打って生きる手がね、なさそうなんですよね。いや、これ負けだったんじゃないかな。ここに膨らまれてても負けでしたね。いやー、これちょっとお相手の手がうまかったですね。お見事だったので、これはちょっと負けてましたね。まあ、実戦は幸いですね。この時に、あ、幸いというか、そうですね、白が先にこっちから来られたので、うん、この切り返しがちょうどいい点になりましたね。ここでこっちからこう反発していくのを、こう次から、ちょっとかなりややこしい形になってそうだったんですよね。これでこう取られると、繋いでもここをこうやってこうやってこう切る手もあるし、まあこの差し込みから切る手もあるし、まあ一回上行きといてみたいな、うん、これもちょっと黒怪しいんですけど、実戦のこの切り返しがちょうどぴったりの手でしたね。これは取ればここに当てる手が、これもすごくぴったりになるので、まあこれで上の白がごそっと取れれば勝てそうなので、いや、これは正しく打たれてたら負けでしたね。じゃあちょっともう一曲いってみようかなと思います。はい、お願いします。あ、これまたボットだよ、もうもう、もうまさにね、これ機械的に打ってきますからね。さあ、これはそろそろこの辺からちょっとしっかりと計算をしていかないと、あっという間に本当に負けになるんで、曲がれば普通ですが、跳ねる手もあるし、いきなり切る手もないとは言えないし、これも難しいですね。跳ね返す方がいいかな、単に。わかんないけど、まあそれならば それならば曲がりをそろそろ打っておいて、ここでちょっと急所に行って黒の出方を見たいですね。はい、あ、まあそっちなら、まあ右上を、荒らして生きていって、あ、そうですね、黒もこのまま囲い合いでは勝てないと見てそっちに来たと思うんですが、これに対しては、まあ、とりあえずかけ継ぎが第一感かな。まあ、かけ継ぎかな。まあ、ここに逆に黒に打たれてしまうと渡られちゃうので、まあ、ここが、あ、そこですか。まあ、そこなら、左下を制しておいて、はい。まあ、これは、なんでしょう、そんなに恐れないですね。まあ、竹風に打つのか飛ぶのか、まあ、竹風ぐらいにしときますか。はい、まあこれ左下おそらくすでに、何もしなくても大丈夫だと思うので、どっか右上に先行していきたいと思います。ただこれ調子に乗って右下置きとかやりだすと危険なので、まあ冷静にこのぐらいにしておきましょう。このぐらいにしといてやろうこれ右上がこれちょっと置かれると嫌なので、しっかりとこの辺に受けておきましょう。そうですね、その置き
このオキと今白がコスミで守ったところに、ね、両方黒に打たれるとすごい嫌なので、はい、そこはしっかり守っておきたいと思います。まあこれもまあ別にまあでも跳ねておきますか一応ね。あとはそうですね、左下が、まあ味悪いですけどしっかり対処していけば大丈夫そうなので、はい、これでなんとかいけるかなって感じですね。まあどんどん詰めていきましょう。はい、まあこれで攻め勝ってそうなの、これまあこれも調子に乗ってね、こう寄せながら攻め勝とうとすると怪しくなったりするので、はい、まあこれでさすがにもうこれはさすがに受けないですね。ここまで分かりやすく攻め勝ってれば先行しまして、あこれもだから、またねこの AI 特有の負けがはっきりしたときはちょっとこうごちゃごちゃ、しだすというやつですね。はい、まあ、これも油断すると右上が、目がなくなってしまったりする可能性もあるので気をつけないといけないですね。まあ、ここに打っておきましょう。ここに打っておきましょうというか別に今のところもそんなにあれですけど、いい手かどうかもわかんないですけど、はい、うん、でまあそうですね、最後はちゃんとですね、それぞれ攻め合いを、うっかり負けないように、そろそろしっかり取りに行きましょう。はいはい、まあこれも取っておきましょう。今のクロンではあんまり意味のない手ですが、はいはい、まあ、これも他にもうやることないんで取りで、あここで投了となりました。はい、ちょっとこれを振り返ってみますと、そうですね、まあここら辺はねちょっともう分かんないんですけど、ここでまあ黒は伸びだけじゃなくてここに押さえてくる手もあるし、こう跳ねる手もあるし、うん、これどれも難しい。この跳ねがいても一番嫌だったですけどね。まあただこれだとこっち切ってなんかこうちょっと別々に戦いにしていこうかなという感じだったんですけど、うん、この辺は自信はあったわけではないんですが、でまあここに行ってこの黒のね受け方を見て、こっちに受ければこう張ってね、こう上の方が黒嫌ですし、こっちを受けてくれば、まあ、左上よりも、まあ、もう一回これ超えるかな、すぐに超えるかもしれないですね。これで簡単に死なない形なので、うん、そう、まあこの白を取るにはやっぱりこっちの方から来ないといけないんですけど、これでまあ右上を生きるのは無理なんですよね。これは取られてしまうんですけど、まあ、こうやらせといてからこうやると黒は、まあ、この上辺がねなんか受けないといけなくて、でまあこれこうやってどんどん先行できればこれは白が、いけそうかなと、この大場にねどんどん先行できれば、大きいかなという感じでしたね。そうですね、まあ、この後のハイライトはここかもしれませんね。はい、でまあここに打って、まあ、右上をねこうしっかり切ることができればいけそうですかね。で黒はまあここで、まあ、こっちの方に来るかなと思ったんですけどね、こっちの方が嫌だったですけど、ただまあコスんでいってちょっとやっぱり黒の方がしんどいですかね、うん、左下も生きてないし、あんまりこういうことやるとねこうまあ行きますけど、ここに切る手もねありますし、左上の黒もまだ、完全ではないという形なので、うん、これはまあどうやらなんとか、いけそうかなという体勢になりましたね。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。そしてコメントもお待ちしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。